皆さんこんこにちは合格発表を受けて本試験をちょい切りというお題でですね2018年度のマンション管理士および管理業務主任者の本試験の合格発表を受けて、まあ、今後の展開などを少しお話しさせていただきたいと思いますす担当はレック専任講師亀田ですよろししくお願いします。 はいそれではですね、えー、と実は本日ですが2019年の1月18日なんですが、えー、管理業務主任者2018年度の管理業務主任者の本試験の合格発表がありました、えー、合格推定点が、えー、合格点がですね33点そして、えー、合格率が21.7%ということでね、えー、発表がありました、まあ、それを受けてですね、まあ、今後の展開などを考えていきたいんですが内容に関しては後ほど少し告知させていただきますが え本年の2月3日ですねレックの渋谷港にてですね本試験を切るということでまあ中身のところねえ詳しくは講座ダーを用意しておりますが本日はまあ、まあ 近年の流れを少し見ていいここうというととですねで、えーっとまあ、マンション管理士管理業務主任者ともあるんですがせっかく本日、えーまあ、発表をほかほかですのでね、まあ、そちらの方から見ていきますので、えー、まずプレゼンターを切り替えますが管理業務主任者ですね、えー、こちら合格者が、えー、3531人ですね。 えー、合格点33点、えー、合格率はくしくも昨年度と同じ21.7%で、まあ、お正月です、ね、やきもきしながら、ね、お過ごしされてそして本日、目、え、立、ー、たく合格された方、うん、本当におめでとうございます。 ちょい残念だった方ね、まあ、これは結果としてまあ仕方がないところなので、まあ、今後の展開を考えていただければと思いますね。で、もう一つは管理業務主任者に関して今年の問いの50番でしたか、複数回答がありました。珍しいことじゃないんですけれどもね、まあえーまあ、この点に関してもいろいろあるもののですね、えー とまあ、内情行きますとおそらく、えー、っと失敗策でしょうかねその,その部分をいろいろ忖度しながらまあそれは正しいんだろうかなってうと判断していたところなんですが、まあ、それを誤りにしたところでですね対してそんなに影響がないところをですね正確に言葉尻とはいえどもね、まあ、誤りは誤りだということで、まあ、実施団体の方が具体的には問いの50番の足の上ねこれを誤りにしたので。 回答が1番および2番ととということとなりまましたで、まあ、2番が増えたっていうところなんですけれどもその2番、えーまあ、選んでた方がおおよそ統計上がですね約3割ですので、まあ、それによって合格の基準点がですねまあ、下がるとか上がるということはまあほぼなかったので、えー、影響はないところですね。まで、あ、ですので、えーまあ 足の二番もね正解にしたのではないかなとは推測しております。内容面に関しても、そこを突っ込んでもねまあキリがありませんので、結果は結果として受け止めておいてください。もう一度、こちらの三十三点でした。それよりも、何よりも、この三十三点というのは、比較的厳しかったかなと思いますまあというよりも、その三十三点。しっかり取っている方々が二十一パーセント、しっかりいるというところは、ですね。 やっぱりレベルはは上がってていると私は感じております、えー、33で内容を少しだけ見てみると実を言うと33点そんなに簡単には取れないんですというのはですね実を言うと全50問のうちのおおよそそうですね18問ぐらいが勉強してても難しいんじゃないかなっていうところです。というのは統計上、えー、とレックに あの統計あのアンケートを頂い,いてそのうちのですね実を言うと446名のね、えー、まあ内容なんですがそのうち、まあ、そのアンケートというのは446人頂い,いてて実を言うと231人の方は合格基準である33点取ってるんですね。ということはおおよそよくできる方々でもですね 正解できてる人が半分に満たないいは正解率が50%を切ってるような問題なのでですねそうなってくるとその残りの32問 のうちほとんどミスなく回答していかなきゃ33点取れないということで非常に厳しい試験だったとは思います、えー、数年前に比べてもえかなり上がっているかなあのレベルは上がっているかなというのがもう第一の感想ですねしかもですね、えー、数年前までは内容が簡単で、まあ、個数の問題でまあ点数調整していたのはここ数年はですね個数の問題はまあ今年も4問程度でしょうかねだったんでしょうかね。内容がちょいいひねりで難しいところ が結構多かったんですね。まあそこをまあ33点取るというのはかなり厳しくはなってるとは私は感じております。はい、えー、管理業務新車もう一度見ておきましょうかね。えー、合格基準点が33点でで合格率が21.7%でした。まあところがですね、えー、まあその取れなかった問題合格、えー、まあ、えー、その。 まあ正解率が50%を切るような問題、ね、多数あったんですが残っている問題、ねまあ、ここからなんとか取らなきゃいけないというので一、まあ、つ、まあ、今回の展望というか結論として確かに難しくはなっているものの決して手をあ広げないように、ねまあ、そこが一つですねそして今まで過去に取材された範囲の中をより高度を上げて、ね、回答できるかというのは一つ勝負になってきたかとは思います。はい、では 1>, 1週間前になりますが、えー、発表ありましたマンション管理士ですね、えー、こちらは1月11日に、ね、やはり発表ありましたが合格点は38点でした、えー、こちらまあ、過去10年合わせてねえーえー、っと少し、えー、提示しておりますがマンション管理士の方は合格点が38点合格率厳しいですね久々の7 10年ぶりですかね2009年度以来ですからそこ以来の7.9%でしたで悲しいかなもう合格者についてはですね1,000人を切って975人ですね、えー、まあそれだけまあ逆に言うと希少な価値が出てきていると思っておいてくださいはいまあ点数と合格率はもう厳しいそのものなんですが中身について少しなんですが。 あのー、マンション管理士の方はまはあえー、数年前までは少し考えさせられるような問題ね、まあ、思考を問うような問題が多かったんですがここ数年の流れを見るとですね規定をそのまま聞いてくるような問題が多くなっておりますですので合格点自体が上がっているということなんですがこれも結論として一緒ですかね。管理業務審査もそうなんですが かなり、えー、正確性が問問われるようなな題になっておりますでやはりマンション管理士の方も、まあ、10問近くはどう考えてもですね短期の学習では取れないような問題が含まれておりますのでそうなってくるとできる問題を いかにミスなくですねそれこそ1問のミスが命取りになりましたので、ね、今回この合格基準点の38点ということを考えるともう1問2問のミスが、ねまあ、命取りになるそういう怖いところが出てきているのが現状としてありますね。あんまりこれ以上、ね、ミスなしの試験になってほしくはないものの、まあ、流れとしてねで逆にマンション管理者は戸数の問題も増えておりますので、まあ、その点からですねあの決して 結果一緒なんですかね手を広げず今まで出題されたところをいかに正確に回答を出すか、まあ、そこが一つポイントとなっておりますね、まあ、そういう結果としてま分析はいたしました。でです内容、まあ、試験の中身に関しては少しだけ告知させてくださいですね、えー、っと少しパンフレットも用意しましたがこちらとなりますね。 大写ししますと2018年度のですねマンション管理士・管理業務審査の試験の中をしっかり切っていくということで担当するのは私亀田それから太田そして小野三講師レックの渋谷校なんですが2月3日ですねえ渋谷校にてえまああの実際にねこの2018年度の問題をまあ取り上げ で内容はどうだったかっていうのを切っていきますのでお時間ある方14 16時時から16時ですそして、えーまあ、東京の方だけではなくですね全国で同時中継で、まあえー、っと横浜から千葉そして、えー、っと福井広島などなども踏まえてね同時中継でやっておりますのであの今年受けられて もうちょいだったそれから管理業務主任者は何とか合格したので来年マンション管理士ね5点免除を生かして考えてるっていう方なんかもですね最近は管理業務主任者とマンション管理士のねあの問題がまあ結構相互にね連携してますのでねその辺も踏まえて2019年のですねえマンション管理士管理業務主任者の試験件考えてらっしゃる方は是非まあこちらのね 2018本試験を切るというので2月3日、えー、レック渋谷駅前本校です、まあ、こちらの方にご来校いただければとは思っておりますもちろん無料参加無料で予約も不要ですのでね是非是非参加くださればと思います。はい あのまあ結果は結果として捉えてね、えー、もう一度ですけれどもメデザックマンション管理士管理業務審査ともね送られた方は、えー、おめでとうございました、えー、この試験は絶対にえー、っと自分のやってきたことが報われる試験ですからねまあその点は自分を褒めていただければと思います、えー、少し残念なだった結果で。 今年まあ2019年頑張ろうという方ね、まあぜひぜひ一緒に頑張っていただければと思います。では本日ですが、えー、合格発表を受けてまあ今後の展開をつけて少しお話しさせていただきました。